プラチナシステム起動します。ボイスシステムパターン C 実行中、システム良好です。皆さんこんにちは、プラチナです。メタバースプラットフォームクラスターさんのクリエイターズマンション2号棟の2階201号室で本日もお送りしております。画面がいっぱいなのでお部屋あまり見えないけど、本棚くらいしか見えないけど許してね。まだまだところどころ怖いのは怖い、恐怖演出あるんだけれども、今のところそこまで怖いなっていうのは大丈夫大丈夫っていうところを突き進んでおります。スーズとスーちゃんと、レトロの過去の関係もおぼろながらにも分かってきたところかなっていうところですね。ここ病院の地下だって。広いね。病院の地下にこんなところがあるなんてマンタ先生も知らなかった。ということで続きをやっていきたいと思います。今のところ本当に怖い怖い怖い、もう僕無理っていうところはないからやってないんだけれども、どうしても怖いなっていうところはコンプラ君が、僕の厳しいコンプラ君が出てくることがありますので、そこはまあご容赦ください。慣れてきたらコンプラ君なくなってくると思います。はい、ではこちらアクアリウムは踊らない、続きをやっていこう。ここ全部ね調べたんだけどね、何も反応してくれなかったんだよね。あ、ほら反応してくれない。というわけで、この先の階段の先へ行きたいと思います。階段なのか桟橋なのか、海だから桟橋かな。また怖い音楽が、おやおや、やっと見つけたよ。どうした？ルル、キティ、館長、見てください。新しい生き物を連れてきましたわ。クリスさんがどんどん怪しく、やばくなってくる。これでこの水族館もまた賑やかになりますわ。館長どこに？お隣にいる人？遅かったわね、レトロ。そして、ようこそおいでくださいました、スーズ様。スーズ様、ご紹介しますわ。こちらが私の夫、ビアンカ水族館の館長です。大丈夫かな？コンプラ君の出番がもう来そうな気が。館長、こちらの方が先ほどお話ししていたスーズ様ですわ。スチルじゃなくてよかったな。死んでる、白骨化までしてる。クリスさん、館長が死んでるって分かってないの？それに館長ってまさかあの時の。クリス、もう終わりにしよう。何の話？お前と私ならわかるだろう、この世界の終わらせ方を。深海の石を壊そうとしているの？そんなことしたらこの世界が崩れてなくなってしまうわよ。レトロの深海の石を壊さないと、レトロを殺さないとここから出られないってこと？もう究極の選択じゃんこれ。スーズ、頼みたいことがある。深海の石を、この世界を壊そうとしているのね。よくわかってるじゃないか。さすがだな、クリス。どうして？どうしてこの世界を終わらせようとするの？あなたの命を終わらせようとするの？深海の石の持ち主であるあなたは、石が壊れない限りずっと生き続けることができるのに、なんで？幸せじゃないの？楽しいんじゃないの？まずい、早くルルとキティを助けなきゃ。誰か。あ、水槽の上に誰かがいる気配がする。この世界はレトロと私の願いが詰まった世界なんじゃないの？私は
艦長と過ごせるこの世界を終わらせたくない。深海の石を壊すようなこと、私が許さない。レトロの深海の石は力ずくでも奪い取って、そして…レトロ、あなた自分の深海の石をどこへやったの？まさか…スーズ様？スーズ様がレトロの深海の石をお持ちなのね。秒でバレた。スーズ様、レトロの深海の石をこちらに渡してください。できないなら水槽の中のご友人を殺します。笑顔で言うことじゃないよねこれ。もうホラーだ。怖い。これもホラーだ。ねえレトロ、あなたいつからそんなに人間を信用するようになったの？今までは懐中時計に触れさせようともしなかったのに、なんで？人間に傷つけられたんじゃないの？あなたの体にあるその傷は、みんな人間につけられたじゃない。ねえ、答えて。なんで？なんで？ねえ。今でーす！でした。いやー、たくさん監視カメラをつけておいてよかったです。おかげで皆さんを見つけられたです。あ、さっきの水色のお姉さん助けに来たですよ。ナイスタイミング。わ、みんないる。水だこさんもデメキンさんもヤドカリさんたちもここにいないみんなも協力して助けに来たんですよ。やっほー、スーズ先輩、薬ちゃんと使った？ありがたいです。デメキンさん、あわわわ。バンドウユカさんも、あわわわわ。あわわと、あわわ、あわわ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 わ。仲間をこんな目に遭わすなんて許せないです。フェアリー、フェアリーさん、あ、バンドのクリスさん、あなたの思うようにはさせないわって。ルルさんとキティさんを任せてくださいです。頼もしい。頼もしすぎる。みんなここまでだ、クリス。いや、名もなきクリオネ。艦長からお名前まだもらってなかったんだよね。いいえ、私はクリス、艦長の妻クリス。名前もないかわいそうなクリオネなんかじゃない。レトロ、あなたを殺します。あ、ちょっと待って、どうするどうするどうする。体だけ殺してく、回復させなきゃ。私はクリス。レトロ、愛してます。レトロ、さようならさようなら。いつかあなたを殺すのは私だと思ってた。勝手に進んだ。びっくりした。走れ、その石を壊せ。逃げる、逃げるしかない。え、4、3、え、ちょっと待って、5、え、ちょっと待って、4、ちょっと待って、アイテム違うね。あ、しまった。出ろ。うーわ、来た来た。うーわ、早い早い早い。ちょっと待って、超早いんですけど。どこ？え？何？何？何？勝手に行っちゃった。お、勝手に進む。え、10、9。あー、しまった。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、進めないんですけど。あ、こう行って、こう行って、こう行って、こう、はいや！はいや！は？はい。テンパりました。来たよ。怖いとこ来たよ。怖いっていうか、
タイムアタック来たよ。氷のところは、氷のところはあえてゆっくりと。急げ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 。行け、急げ急げ急げ。ここは大丈夫、勝手に進む。ここも大丈夫。ここから先こう行って、下行って、左行って、上行って、左行って、上上進めない。あ、落ちる落ちる、これやばいやばいやばいやつやばいやつ。勝手に進む。下の選択が来ました。セーブしたかったな。壊さなかったらバッドエンドになるかな。まずはちょっとここはもうレトロの意思を継ぎましょう。本当に？さあ、もう一回本当に言ってくるかな。違った。これはレトロの願い、最後の願いだから私は叶えるよ。トゥルーエンドとかあってほしい。みんな助かる世界とかあってほしい。ホラーなのに超綺麗。最も美しいホラーゲームじゃないかと思う。ああ、寒くて苦しい。この感覚、そうだ、小さい頃に海で溺れた時の。ちゃん大丈夫？どこも痛くない？ルル、
無事だったんだ。うん、私は大丈夫。スーちゃん、ずーっと眠ってたんだよ。そうだったんだ。スーちゃん、ん？覚えてる？ルルも覚えてるんだね。夢かと思った。ルルも夢かと思った。でも覚えてるよ。この記憶は本物なのかな？スーちゃん、確かめる術もない。もう戻れない。夢だったのかな。夢落ちじゃないように。エンディングナンバー3、夢は儚い、マルチエンディング。3、壊す壊さない、助ける助けない。はい、は壊すっていうところで一応のエンディングは終わりましたけども、マルチエンディングですよね。これエンディング分岐がありました。どっかにある。ですね、確認したところはエンディングは全部で5つあるそうです。ちょうどど真ん中を引き当てました。重要なポイントがありまして、これはいくつかあったと思う。僕もここはみたいな、ね、あったと思うんだけど、そこで重要な選択を変えてみたら、うん。トゥルーエンドにしたいな、これ。もうちょっと時間あるからやってみようか。壊さなかったらどうなるのか。多分このままだったらなんか後味がもうしっくりこないなって感じがするので、続きをちょっとやってみたいと思います。最後壊す壊さないをちょっとやってみようと思う。さあまた逃げるよ。最初こんなに素敵な音楽なのにだんだん怖くなるっていうのはほんとホラーだよね。そこがホラーのすごいところ。美しい曲からこのペッパ詰まる音、
どうなる？壊すって選んで壊さなかったら、それもまたエンディング分岐になるのかな。深海の石を壊すってことは、私がレトロを殺すんだ。レトロとはもう会えないんだ。一生会えないんだ。そんなこと私には嫌な予感しかしない。できないよレトロ。そうです、それでいいんです。スーズ様、お優しいのですね、本当に。あ、ヤドカリさん、レトロ。あ、館長、先ほど新しい着物を見つけました。時期にクラゲの住人がまた増えますわ。これでこの水族館もまた賑やかになりますわ。さて、レトロ、あ、レトロ見て、これあなたの懐中時計。スーズ様はやっぱり壊せなかったわ。スーズ様、とても優しいのね。儚いわね、二人の絆は。この懐中時計は私が責任を持って管理いたしますわ。深海の石が壊れては、いえ、あなたに死なれてはこの世界が消えてしまいますからね。えレトロ、私はあなたのこと、そんな、深海の石が、とどめくらいしっかり刺しておけ、バカ者。ここは？起きた？お母さんだ。お母さん、あんた海岸で倒れていたんだよ、覚えてる？うん、なんとなく。一人で水族館に行くってだけでも珍しいのに、海で倒れてるなんてびっくりした。でも無事でよかった。一人？私、一人で行ったんだっけ？え？そうだよ。不思議だなと思いながら送り出した。私、二人で。何かを忘れてる。大切な誰かを。もう少し休んでなさい。先生を呼んでくるから。うん。何これ、パールのブレスレット。私のじゃない。私は本当に一人で水族館に行ったの？どうして海岸で倒れていたの？私が忘れているのは一体誰なの？エンディング4、恋しくなれない。
エンディングの1と2を見たいということで、エンディング3と4回収できました。まだなんかしっくりこないよね。トゥルーエンド見たいよね。ということで今日はこのくらいにしたいと思う。トゥルーエンドになるかな、ちょっと探してみたいなと思います。だけどすっごくいいゲーム、素晴らしいゲームです。でもってとても美しいホラーゲーム、海の中水族館っていうこのテーマが綺麗なだけに、それだけでも綺麗なのに、音楽も綺麗だし、スチルも綺麗だし、女の子可愛いし、こちらのゲームぜひぜひ皆さんやってみてください。僕もちょっとエンディング見たいので、できたら公開したいと思うけど、ちょっとそこまでに至るまでにちょっと時間かかりそうなので、今日はここまでにしたいと思います。こちらのゲーム本当無料とは思えないすごい素晴らしい出来です。ぜひぜひ皆さんやってみてください。では本日はここまでにしたいと思います。ご視聴くださりありがとうございます。よかったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録、まだちょっと鼻水ズビズビの僕に応援をくれるととっても嬉しく思います。次回もまた見てね。ではでは。